ついに来ました。これがトナカイの肉。そしてひとしくんはエルク。伝説の鹿。大きくない？伝説の鹿です。伝説の鹿、鹿の王らしい。さあ食べてみよう。村上龍の小説愛と幻想のファシズムの中で読んだ読んだ。それ主人公が憧れ続ける動物エルク。どうどう、あどんな、うん、柔らかい。柔らかい。臭くない。臭くない。へえ、すごいチーズがついてる。あ、それチーズか。一つやるのはうまい。よかった。へえ、そうなんだ。じゃあちょっと私もこれを食べてみます。トナカイ。